やっほーみんな。なんかさ、あんにゃわせよ、あんにゃわせよ。ルナちゃんはいつ見ても可愛い。これはちょっと照れるわ。水泳してた周りに男子いる。結構いる。あの、なんか水泳してる男子はいないけど、水泳してる男子もいるけど、してない男子もいる。え、なんていうの？え、伝わるかな？うん、これ食べ、でな、ユナかわいいね。あ、レナ、名前聞いて違うか。食べたことある？これデイリー山崎塗ってる。これ山崎デイリーってとこわかんない。デイリー山崎、ヤッホー、今日もかわいいレナちゃん。あ、ヤマトだ。ヤマトさ、レナのコメントしてくれたよね、動画に。一重にしてみて。無理っぽい。専門種目はフリーだけど、一応全部泳げるんだけど、得意な種目って言われたらフリーかな。え、地球人なんですか？え、当たり前じゃないですか。火星の人だと思いましたか？はじめまして。バイバイ。帰るの早いな。あの、ここにちょっとなんか引っかいて取れた。絆創膏をちっちゃく切って貼ってたんだけど剥がした。顔赤いよね。暑い。赤いよ今。うん、いいこと見てた。保冷剤持ってくるわ。ちょっと待って。今日使ったさ、保冷剤をさ、僕がコメントしてるの覚えてくれてるんですか？もちろん。誰がコメントした人って基本さ、いいねってコメントよりさ、違う、コメントっていいねよりさ、量は少ないわけじゃん、レナの場合は。なあも、レナ、何？少ないわけじゃん。だから覚えやすい。ほら、覚えてる。うん、こうやってやったら熱ある人みたいだよね。レナちゃんは僕のもの。今日から友達。え、なんかめっちゃさ、ファンの方いない？6100人ってえぐくない？なんかさ、いつもより早いでしょ。レナ明日学校だから早めにやった。
だ貧血にか、うん、昨日はお水の中にめっちゃ氷入れてボリボリ垂らしたら、それは貧血だよって言われた。でもこれは貧血？僕前から友達、いや前から来る、これ初めて見た人絶対勘違いするよね。この二十何人の方はね、毎回見てくれてる気がする。目線ください。え、目線ってどこにやればいいの？今日さ、モデレーターがいないから、まあちょっとローテーション、まださ初見です。あ、初見ですか？言われるセクレット、アンチし放題は悲しくなるじゃん。最近っていうか今日ハマったのがマカロニ鉛筆の曲、マジでいい。あれは何ですか。趣味は運動する方とか言って太ってんだけど、ヤングアダルト、そうそうそう、あと洗濯バサミみたいなやつ曲。なんで？あー、うん、お姉さん座りし、あ、体育座りしてんの。あー、イーサラン、ん？これはエリス、イーサラン、読めないわ、難しい、名前が分かんない。あの配粒子、し配粒子、あ、ちょっとさ、これエフェクト変えよう。これでね、いきなりね、結構赤くない？もうまいちだな。なんか赤いね。これでさ、レナはね、勝手にこういろんなとこに行っちゃうから、さっきの僕の一言で惚れたんじゃない？え、待って待って、ハル、同じの送りすぎじゃない？待って、あのね、コメントがね、飛んで全然見えない。今小屋トイレに行ってた。いや、これかわいいですね。ありがとうございます。うわ、来た、優が来たわ。
何食べてるの？アイスボックス。濃い果実氷。マスカット果汁 100%。リビングで見てます。おっと、それはやばい。ちょっと発言気をつけないと。で、下ネタ話しよう。やっぱり言わないけどね。ゆうまさん、暑いんじゃなくてなんか顔が赤くなって、なんでかっていうと、あれのなんか塗ったんだよね、多分薬かなんか、それに反応してんだと思う。副反応なんつうの、わかんないけど、まあいいや。やれよ勉強。なんかさ、もう今日ちょっと疲れたって。今日は8、3時間半ぐらい。もうやった。今日はちゃんと勉強した？したよ。あ、ちなみに明日のテスト勉強終わってないからやらなくていいよ。一緒にやんのやめよう。風吹いてる。そうだよ、これ昨日スポーツテストやってんか。うん、 50m 何秒あった？レナウイ、レナウイだよね。大ちゃん、ヤッホー。ん、インスタ始めるよ。ブルミちゃん、サクちゃんと僕の5人でエステに交代した。おもろい。エステ行きたいな。え、これノーマルじゃない、ガンガンフィルターつけてるよ。あのね、こことかここが赤くなっちゃったから、これがあの引いたらノーマルでやるわ。でもね、この間ノーマル見せた時多分みんなびっくりしたと思うんだよね。え、お前勉強できなかった？でさ、いやでもさ、勉強できなかったって言って何分やったんですか？あの、ゆうまさんの勉強できなかったとレナの勉強できなかったは絶対に全然違うと思う。お、教えてよ。うん、いいよ。ちょっと待ってね、まだね、作ってない。それは早い方？遅い方？僕に惚れて照れたらあかんよ。なんかさ、それさ、昨日もなんかその話しなかったっけ？はい、俺の勝ち。自分どういうこと？そこ張り合わないで。どっちも早い。メロンパンは好きですか？メロンパンはこの間学校で食べた。あのお弁当ママが作れなくてコンビニで買った。うん？8時間しかしてない。いや、8時間って相当。しかってこと、え、本当それな。めっちゃ勉強できる人なんだよ。だからそうじゃないと絶対続かないもん。あの優雅とか絶対できないタイプだよ。こんな長い時間。早い方意味わからんやろ。早い方だよ。本田圭佑おりゃ。どこ、あ、え、違うよね。誰？
さな、遠さな。お、久しぶりです。ちなみに握力は、ねえねえ、レナも入れてよ。レナの握力25。あー、距離か。なんか、なんとか。え、レナさ、実験したことあんだけどなくて、こんなにさ、長い時間できない。え、あーん、ぽっちゃりで草、うわー、ぽっちゃりで草、絶対これレナのこと言ってるよね。そうだよ、太ったんだよ、レナ。なんでかっていうと、食べ過ぎて、甘いものばっか食べてるから、レナ。こんばんは、めっちゃ暑そう。妖精たちが謎を刺激する生足、魅惑のマーメイド。ユーも頭狂ったんじゃね。絶対そうだよ。これね、やらないといけないこと残ってるから勉強します、してきます。頑張ってください。応援してるんで、レナは。そうだと思う、ごもっとも。レナ、これさ、エフェクトつけてみるね。なんでこれさ、こうなんの。なるほどね、ノーマルだったらいいってことか。フィルターをつけるからなんか目がおかしなことになるね。はじめ、そのアイス好き。めっちゃ美味しいよ。そう、このね、ほっぺたを冷却するためにやろう。なんか右利きやね、左やつ。もうね、二人で会話しな。もうこちゃ行ってこい、こちゃ。さっきね、ぽっちゃりで腐って笑われた。もう私は太ってるってみんなにバレちゃった。昨日の見てた人分かると思うんだけど、昨日も奪いました、弟の買ってきた駄菓子。大丈夫かわいい。あ、こてつさん、やん、なんかだ、左側やだ。最後ぶちまけたやつ。そうだよ、この間さ、じゃあ昨日この、あ、終わろうと思ってパッてやったら、ラーメン屋太郎が全部落ちてパシャンって。ヤマトだお、知ってた。知ってるよ、コメントいっぱい。ごちそうさまでした。あ、そうだ、昨日ね、ダーモって人が来たの。あ、ダーモいるわ。ダーモにあれやって食いてみようかな、リクエスト。ちゃんと拾った、うん、拾ったけど、あの、あれ、なんだっけな、
掃除機は夜でかけれなかったから、ちゃんと食べたんだ。食べてないわ。じゃあこれから僕のこと大和呼び捨てて、もと、え、私結構前から大和って呼んでる気がするんだけど、やばかったそれ、傷ついた。涼しい、暑いわけじゃないけど、顔を冷やすために。じゃあ俺のこと様呼びの、優雅様、優雅様、どういう系がいい？優雅様。あのさ、わたきょうっていう YouTube があって、なんか高校生4人か大学生かわからないけど、シェアハウスしてんの、ってか一緒住んでんの。その時になんか女の子2人がメイドをやるっていうので、なんか男性群を家帰った時と来た時にメイドの服で待ち伏せするみたいなやつやってて、超やりたいと思った。いやでも、あの別にメイドになりたいとかするんじゃなくて、興味本位でやりたいの。みんなこのアマメンタル強いからいけいけ。誰アマって、レナ、あ、ジョリオだ。ジョリオレナの今日投稿にいいねしてくれてた気がする。ジョリオからいいね来ましたって通知来た。今だから7個ね、窓開けよう。で、待って、今時間何分だろう。でもこうやって開けてると、昨日も救急車が来たりバイクが来たりって言って、めっちゃ忙しかったんだよね昨日。あ、昨日もいたやつやん。いたやつとか言うのやめなさい。いた人、いた方、ファン。スクショタイム？違うよ、開けんなよ。おい、ずれちゃ、僕テスト勉強するからおやすみ。えろ、おやすみ。しかも顔イケメンでくさ、絶対モテるやね。誰が話してるの？もうさ、二人がさ、その会話にレナのこと入れてくれないの。じゃあユーマお話しよう。もうこの二人はもう男、捕まえられたとか、捕まえられた、ジュン、ジュリオ、レナー、やいやいやっほー、やいやいはおかしすぎる。俺も勉強しようから。何の勉、誰、待って、やばい、さすがに怖い、さすがに怖い、待って、ドアが勝手に開いたんだけど、私死ぬかもしれないレナ、本当に。ガチで開く、もう一回開いたもん。いや、ほっとこ、もうほんと怖い、無理、こういうのほんと無理、この時間にこういうのほんと無理、やめていただきたい。うん、だって失い、女の人よりも多い、こいつだろ、こいつがいいんだよ、こいつが。カメラそっちに向けて、やだやだよ、それじゃほんと映っちゃったりさ、私寝れない、寝れない、無理、エアコンついてない。ほんと静かにして。いや、女いるわけないから。あ、私そういうの信じないタイプの女の子なの。待って、後ろに女の子がいるの怖いとか言う女子じゃないじゃん。勉強するから最後に可愛いポーズ持たん。ぶっさい。彼氏とはどう？が違くて一般受験だから、なんか邪魔しちゃダメだと思って静かにしてる。ネタちゃうよね、春勉強してきなさい。春は勉強しないのか、誰が勉強するの、山とか。
ドアが開いて、寝なさいってそれかと思ったの。怖すぎる。ガチいるよね。いないわ。ユウガは絶対いるってのは分かってる。ユウマも。ユウ多くね。でほんまにおる。やめて。なんかツインテールの犬みたいなのが後ろにいるよ。ツインテール。ツインテール。もうこいつ。もうさ見てー、イエーイ、トップコート塗ったんだ。ツルツルになった。 T シャツ、うん、長袖だよ。ご先祖様遊びに来てるか。誰誰。あのね、ちょっと聞いてほしいことがあって、自分ではで、でのはクレジットカードとか持ってないから、あのペイデーみたいな、なんていうの、後払いペイデーみたいなの買ったのよ。で、あちら買ったと思ってて、あいつ来んのかなと思って待ってたら、なんかカートに残っておりますみたいな、お支払いが済んでおりませんって言われて、えと思って見たら、カートに入ったままでお支払いしてなかったの。だからずっと私が待ってたホワイトニングシートは9点の自分のカートの中にずっといたこと、わかる？ポンコツで私もやるけど、もう私はもうその話題を読まない、読まないし、もうスルーする、怖いもん。ポンコツで草スティッチ行こうや。僕スティッチ、スティッチ、あ、オッケーオッケー、待って、人生、うわ頭いいわ、ちげえだろ、ちょうどよかった。これが言いたいのか。え、違う、こうじゃなくてスティッチだよ。いくよ。僕スティッチ、スティッチ、犬大好き。ツナの立ち、ツ全力でやれってやったんだけど。僕スティッチ。でもまだ知ってない、周りの人に聞こえちゃう。待って、ユーマのコメントセンスありすぎて無理、しんどい。タンが詰まったスティッチやめて、死にそう。スクショしよう。ねえ、ちょっとお願い、スクショして。今面白いんだよな。ジンミー今日からニヤ友な。もう二人で友達になっとけし、もう今ちょっとユーマのコメントで忙しいからな。タンガツ、ちょっと待って、じゃタンガツ待ったように聞こえるってことはちょっとこもってるってことだよね。じゃあもう一回やるわ。文化祭は予定通りありますか。いや、なんか去年はウェブでやった、なんかウェブでやったけど、今年はないんじゃない。てか出ないもん、高3だから。じゃあ行きますね。僕3人配信して大変だよ。じゃあレナのとこ来たり行ったりしていいよ。はい、レナは絶対、あのユーザーネームで分かった、ソートさん絶対来るよ、コメントで。ほら来たー、絶対来るって思った。でもユーザーネームで誰々さんが参加しましたら分かった。
試合お疲れ様、どうだった？結果。うん、知ってる知ってる、オッケー、いいよ。ラガーマンソータ、ラグビー部。超個人情報ごめん。なんかさ、みんなさ、結果負けたとか言わない。わか。わたるくんって呼んでください。わたるくん。感想するな。わたるくん。勝ちました。もう素晴らしい。もう素晴らしいって、もう。素晴らしい。毎回思うけど水泳部っぽくないんですよ。保冷剤が漏れてる気がする。綺麗すぎるから。なんか保冷剤が漏れてる気がする。待ってね。あの保冷剤から漏れたらしいんで。にちょにちょするし、なんかアルコールの匂いする。手かぶれそう。まあ行きますね。じゃあ七子姉さん行きたいと思います。じゃあ行くよ。ねねこ兄さん。いやー、私これね、ちょっと最近なんかちょっと下手になってきてると思うんだよね。なんか続かない、息が。あとはうれ。なあ、今日やめよ。似てへん、似てるなって、どっち？100